仲間ヒトモンコマ。この物語は X フラッグの中の人でありモンスターストライクの中の人でもあるサナパッチョ、パラエ、テルーマン、チャス、テルーマンが冒険するお話である。第4話、名探偵チャス。じゃーん、この距離で避けるとは。あれは初めて見る敵よ。よし、名探偵チャスの出番ね。あれは近松門左衛門。貴族性で種族は亜人、魔法陣やブロック、ダメージウォールを駆使してくるわ。11ターン後の全方位ショットガンに気をつけて。さすが名探偵、これで攻略できるね。それじゃあ頑張って。もう戦わないの。第5話、テルーマンの特訓。よし、今日は我々の苦手なダメージウォールを克服する特訓をする。誰もアンチダメージウォールのアビリティ持ってないもんね。どんな特訓すんの。ここにダメージウォールで挟まれた小道を用意した。ここをきれいに立て貫して苦手意識を克服するんだ。おー、かっこいい。ふぅ、朝飯前だな。ギリギリで当たってたのね。朝飯前にその格好はどうかと。ある意味かっこいいかもね。第6話、タッチシス。パッチョが怪我を負ってぶっ倒れているわ。返事がない、ただの屍。見て、これはダイイングメッセージよ。4月10日晴れ。今日はモンスト日和。のんびりとした昼下がりにクエストにチャレンジ。テーブルの上にあるハーブティーを飲みながら。いや長すぎでしょ。ダイイング日記。ご視聴ありがとうございました。モンスト公式チャンネルをまだご登録でない方はぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォンからご覧の方は動画の下にある登録ボタンをクリックしてください。 PC タブレットからご覧の方は画面内のこちらのボタンから登録お願いします。 X フラッグスタジオではモンストアニメや新タイトルのチャンネルもありますのでぜひチェックしてみてください。というわけでまた他の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。